ダイソンまたいちごスペシャルやんいちごスペシャル最強やで甘すぎひん俺空腹時にアンパンとかクリームパンとか食べられへんねんな俺甘さ感じひんねん猫やんそういや心臓はあれお前やいつもは教室の隅でひそいそ飯食ってるのに今日はおらへんやん投稿はしてたはずやけどはい皆さん楽しいお昼時間お過ごしでしょうか放送部の滝沢です普段であれば皆さんからリクエストいただいた音楽をお届けするのですが今日は珍しいゲストにお越しいただいています彼は先日の学園祭で大変好揚なパフォーマンスを披露し一躍功大で話題となりました まさかそのまさかやろな。どうぞ心臓さんですやっぱりあいつはどこまで行ってしまうんやはい。どうも。いやー、先日のパフォーマンス、お見事でしたありがとうございます。どうですか、その後みんなから声かけられるんじゃないですかあの一件からモアイゾはやバルタン星人とだるがらみされるようになりました。それだけ人気者になったということですねいじられてるだけやろそんな今、人気者の心臓さんにですね、普段どんな学校生活を送っているかインタビューしたいなと思っていまして、お答えいただけるでしょうか僕がお答えできる範囲なら。全部お答えできるやろお前のこと聞いてんねんから心臓さんは普段、どのような学校生活を送っているのでしょうか 学校生活ですかはい学校生活まず僕は電車通学なので、毎日電車に乗って通学します。小泉つにいや、そういうことではなくて。基本的に駅のホームでは、学生やサラリーマンが溢れかえっているので、僕はわざわざ時間をずらして、少しでも乗客が少ない時間を狙います。それでも安心できない僕は、人が少ない階段の裏の隅で、スマホを触っているふりをして、人畜無害を徹底します。こいつは何を言ってる あの学校生活についてお聞きしてるんですが学校でも基本的に同じく人畜無害を徹底します目立つ行為は一切せず休み時間になるとトイレかピロティに逃げることが多いですピロティピロティはええよなピロティーかよい奴がここにもう一人おった細かく言うと体育館の隣のトイレがお気に入りですそれはなぜで,ですか隣接する教室がないためあまり出入りが少ないんですよ比較的内装も綺麗ですしあそこは僕だけの絵でそう言ってもいいですい,いえトイレです辛辣<略>なぜトイレにこもるんですか別にベイに襲われているというわけではないんですよね寝返って言ったことありますえいやないです行ってみてください理由がわかりますよ 以上ですいや新藤さんの学校生活についてお聞きしたかったのですがはいだから以上ですこれ以上掘っても何も出てきませんよつまらん学校生活あそうですかはいわかりましたまあ別に満足はしてますけどねえ別に不服なんてないですよ別に文句ありますプライドだけは一丁前に高い人気あるあるえな部活動とかは帰宅部です誰よりも早く教室を出ることを心がけています 終わりの回になっても、机の上に荷物が散らかっている人の気持ちが分かりません。別に部屋の。でも気持ちわかるわ。一部の生徒から、新藤さんは陰キャの星という声が上がっているのですが、これについてはどう思われますか。それだと、陰キャが要件をしたという表現になるの、よろしくないですね。というと、万物すべてのものは陰か陽かといった、そ対象の二つの概念から成り立っています。例えば、光と闇、陽と星、夏と冬、白と黒、男と女といったように、反対側の存在があってこそ、もう一個も成り立つのです。陰と陽は、どちらが良くて、どちらが悪いというのではありません。よくわかりませんが、陰キャの星ではないということですね。 僕は別に陰キャである自分が嫌いではないので、好きなものをまくってまで余計になりたいとは思いませんし、むしろこのまま陰キャの高みを目指そうと思っています。それって陰キャのってことちゃんか俺も別に陰キャでいい。無理して陽キャになるつもりもないし、馬鹿にされる数合いもないんや。それはそうやけど別に高み目指さんでもええやろあの、それでは、最後に心臓さんは、将来は YouTuber になりたいと事前にお聞きしましたが、すでに何か活動はされているのですか計画はしてます。進路調査用にも YouTuber と書いてありました。先生を困らせていますよ。困らせている自覚はあるんですね。他に夢とかないんですか強いて言うなら、シンガーソングライターですね。 調子乗りすぎてる僕は外旋ライブも考えています。夢のまた夢新造さんならきっとなれると思います。ありがとうございます。皮肉にしか聞こえん <noise>